はい、現在いますのは長崎県長崎市の山の上の方のホテルになります。ホテルレビューや、まあ、移動の動画だったりはまた出すんですけども、今回はこの夜景を記録するっていうのはもちろんそうなんですが、その機材といいますか、今撮影しているスマホがですね、シャオミ、レドミノート 9S でしたっけ、合ってますよね、そちらはね結構人気のシャオミのスマホだと思うんですけども、そちらの 4K の FPS30 のモードでの動画撮影をしているわけになります。ちょっと動かしてみます。まあその 4K でね、どこまで、夜景を美しく撮影できているのかというのをお見せできればと思います。今回私が持ってきているスマホが、これと OPPO リノ A になるんですが、この夜景の、さっき撮ったのが写真ですね。写真に関しましては段違いんですね、こちらの、レドミのと何 S でしたっけ、こちらのシャオミの方が上でしたね。まあ、動画もですね、まあさすがにこちらの方が上なんじゃないかなというふうに今撮りながら予測をしているわけですが、はい、ということで、大変美しいね長崎市の夜景です。ちょっとズームしてみましょうか。はい、ズームをね滑らかにできます。私が普段撮影で使用しているOPPOリノAなんかよりもねすごい滑らかですね。OPPOの方はねカクカクねズームインアウトしますからね。こちらが、長崎駅のねあの辺りです。アミュープラザでしたっけ、アミュープラザありますよね。その辺を拡大してみました。ただこれズームアウトするの、あ、できた。はい、こんな感じで、今流行りの、コスパ最強スマートフォン、どのくらいね動画が美しく撮れるかっていうのをね、この素晴らしい夜景を用いましてテストした形になります。